分からんけど歯車が狂って元に戻らんなって、うん、だからいつも本質からずれた話、うん、なんかコミュニケーションはどっちが上にならにゃいけんかみたいに思っとる人っておるよ、うん、例えば夫婦だったら俺の方が上って思ってずっと話しておくとそれはいつか離婚されるよね、うん、